令和5年6月の20日20日、本田静香チャンネル、はい、どのような1週間でしたでしょうか。いよいよ6月の14日から、本会議が始まりまして、6月の定例議会と言われるやつですね。これが始まりまして、7月の5日までの会期で、いよいよ本格議会デビューというところでございます。はい、初議会、定例議会としては初ですね。そうっすね。うん、本当に、ああ、こんな風にして議会って招集されるんだっていうのがよくわかりました。はい、我々はよくわかんないです。そうよね。何が違うのっていう。なんかめっちゃなんか忙しくなるんですか、うん、議会。めっちゃ忙しいですね。教えてください。どんな感じなんですか。あれ、固まってる、大丈夫ですか。あれ、なんか固まりましたね、ちょっとね。はい、はい、何がこう忙しいのか教えてほしいです。そう、私はですね、今回一般質問っていう、まあ、議員として質問することは全然なくて、うん、お勉強する6月議会っていうふうに決めてもらったんですけど、うん、この何もしない私ですら、まあ分刻みの会議の多いこと、すごいですね。会議が忙しいんですね。うん、うんうん、本会議自体は、うんと、日によってはもう半ドンで参加しますっていう時もあるし、うん、昨日はもう朝の10時から夕方の4時ぐらいまで、もう何回か休憩しか入らないぐらいのやつで、うん、まあ、代表質問とかがあってっていう日もあれば、中休みっていう日もあるんですよ、会期中にですね、うん、けどそのなんか今日は半分で本会議は参加しますってなった後に、まあいろんな委員会とか部会とか の会議が30分刻みとかであって、うん、でもうその議会棟の中で全部会議室って分かれてるので、移動って言ったらもう1階なんか2階から3階に行くとか3階から4階に行くとか、そういうレベルの移動なんですけど、うんうん、まあ走る走る、もうでも座った途端に、はい、会議始めますよっていう感じで、まあ、申し合わせ事項とか確認事項とかもあることもあれば、なんかこう他の会派から降りてきた懸案事項とか、ちょっと自民党でも考えてみてくださいよっていうような話題とかが降りてきてて、これについてどう思いますかっていう意見を求められたりだとか、うん、もうそれが終わったら、はい、じゃあ次の会議みたいな感じで、もう目の前バーってみんな移動するみたいな感じで、すごいよ、ほんとびっくりした。絶対山田邦春県議とか追いつけないでしょ。もうどっしりタイプだよね。もう邦春さん多分もう必要最低限の移動で済むようになってるんじゃないかなっていう でしょうね。だって邦春さん、議会始まってますよ、委員会始まってますよって言って2人でコーヒー飲んでましたから、私たち余裕重鎮大丈夫だよって分かってるんだよ、それ大丈夫だよが分かってるんだろうね。もう僕はね、何分に行けば大丈夫なのみたいな、まあ、要所がもうあれな、9期10期になると分かるんでしょうね。分かるんでしょうね。もう一期生まだちゃなんていうの、任期スタート2ヶ月目の私たちなんかもうバッバッとして、すごいっす。あ、そうなんですね、っていうので終わると、まあ、うん、もうちょっと突っ込みたいのが、会議って我々会社員もしてるんですけど、うんうん、会議っていうのが一番こう生産的な会議と、はい、本当にくだらない会議と、うん、そこで会社なりのこう生産性が分かれるじゃないですか。そうっすね、そうっすね。その質はどうなんですか。量は分かったけど。本会議をだけ見てる人は、これ生産性ないんじゃないかなって思うと思うんですよ。っていうのは、質問がちゃんとあって、うん、答弁もきちんとあって、
それに対する再質問もなんかきちんとある風出来レースってやつね、出来レースみたいなので見えるので、うん、本会議見てる人はつまんねえなって、本当やる気あんのって思うと思うんですよ、うん、だからその質問を作り上げるまでのがその上に行ったり下に行ったりの会議なんですよ、うんうん、でその上に行ったり下に行ったりの会議の時はもうすごい意見がこう飛び交うし、うん、こうこっちからも全然質問の予告もなく県の職員の人たちにバーって質問が投げかけられて、もうあの人たちも必死になっていろんな調べ物して、うん、一回持ち帰りますとか言って走って戻っていって、すんごい資料抱えてきてまた戻ってきてとかって、そんな風なのをめちゃめちゃ繰り返しながら本会議であの質問ができてるって感じなんですよ、うん、なんかお披露なんか言い方悪いけど、そのいろいろ吸ったもんだあって綺麗にまとめたやつがあれですみたいな感じだなって私はなんとなく思いましたけど、うん、なるほど。じゃあ吸ったもんだをね、ぜひみんなに見てほしいなっていうぐらいなんだけどな。まあめちゃくちゃじゃあ リハーサルみたいにこうしてて、で、うん、発表会として本会議があるよと、うん、あるような感じ。ね、でまあ、一般質問は最初の質問は事前通告書っていうのを出すらしいんですよ、県庁の方に、うん、だけど彼らから返ってきた回答は教えてもらえないし、それに対しての再質問と再再質問っていうのはシナリオがないので、うん、それは割とこうなんかこうリアルなやり取りが見れるかもしれないですね、うん、ただ最初の質問を作るまではものすごい質問、もう自民党の控室わっちゃわっちゃしてますよ、うん、でも病院の控室みたいにいっぱい廊下にあの県庁の職員の人が並んでて、はいじゃあ次なんとかかさん本田先生のとこ行ってくださいみたいな、なんかもう南蛮診療室みたいな感じで、なるほど、ドドドドって言って、でまあまだ、まあ、例えば私だったら、なんかそれもうちょっと分かんない、もうちょっと経緯持ってきてとか言ったら、持ってきますとか言ってまたパッて出ていくとか、そんな感じの、まあ、そういうやり取りもあるし、委員会っていう会議とか部会っていう会議の中で、あのこういうあの陳情が一般の県民から陳情請願っていうのが降りてきてます、うちの委員会が担当っぽいです、これについてどう思いますかとか、過去の事例だとこんなのが出てきてますよとかいう資料が出てきて、それについてこう検討するっていうのはもうベテランだろうが新人だろうが関係なく意見を言わないと、もうそこでもう決めちゃうんだよみたいな、そういう感じなので、うん、そこが面白かったですね。じゃあ本当に県議って何の仕事してんだろうとか、うん、実は暇なんじゃないのってちょっとは本田さんも思っての立候補だったじゃないですか、うん、うんうん、ちょっと見方じゃガラッと変わった、変わった、特にこの本会議中は変わりましたね。ああそうなんだ。私本会議は暇だと思ってたんですよ、うん、であの本会議中じゃない時は自分の地元に帰ってなんか好きな調べ物とかあの調査とかできるのかなと思ってたけど、どっちもそうでもないみたいな感じで、もうなんか地元に帰ってっても国会議員みたいだけど、もう、うん、吉野からみたいなそうそうそう、吉野に帰りたいんだけどみたいな。なるほどね。もうそんな地元でね、うん、声集めなきゃとか、もうなんかそんな感じになってくるんですね、うん、そうだからわざわざやっぱり県政報告会とか行って、うん、地元の人たち集めて報告会しないといけないのは普段からできないからだと思いました、本当に。忙しい、すごいわ。そうなんだ。でもまあその国春さんぐらいのレベルになるとめっちゃ上手に使いこなせるんだろうな、この時間が。全然あの時の流れが全然違う。うわ、国春さんの周り見てて思いません？うん、まあね、その思うでしょ。うん、立ち振る舞いが優雅だもん、なんか。そう、もうゆっくりコーヒーもねちゃんと飲むし、でね、なんならね、あの机も見ました、机すっきり。あー素晴らしいね。何も入ってない
どこにちゃんと片付けてんだよ、すごいですね。まあだからね、そこに関しては、いや、おじいちゃん議員ちょっと働いてないんじゃないのとかってね思うんだけど、まあ、でもね、うん、やっぱ19期10期になると多分ちょっともう一周回ってんですよね、うん、もうなんか、ね、一周回ってる、これは確実に。というか、もうその、うん、そのもう慌ただしいのにはそもそも年齢的についていけないわけじゃないですか。だから彼らのこうスピードという、彼らの役割っていうのが多分あるんですよね。田上公造さんしかり、山田邦治さんしかりね、うん。うん。そうね。多分もう本当、なんか1言われたら、はい、わかりましたっていう感じの、もう重鎮。スピードは求められてないと、彼らには。うん、っていうところですね。ガサですね。すごい。あの境地はすごいです。やっぱ10期ですね、あれは。うーん、10期の境地。なるほどですね。いや、だいぶで、今は1期生っていう、私たち自民党の1期生で4人いるんですけど、そのうちの2人が、あさってかな、一般質問をすることになって、誰と誰、まあ、元山久弥さんと、うん、山沙織さん。誰沙織さん、松山沙織さんかね。あの、奄美のね。奄美ね、うん。彼らは市議でしたから、うん、日置市議と奄美市議でしたので、まあ、議会の一般質問の経験はあるっていうことなので、うん、6月議会でも手を挙げてくださって、で、1期生から2人、彼ら彼女が出てくれるんですけど、まあ、それの質問の作り方も市議時代とだいぶ違うみたいで、かなり苦労されてて、で今日は一応政策調整日っていう中休みの本会議はない日なんですけど、もう議会棟に行って朝からずっと執行部とやり取りして質問きれいに作ったりしてるみたいですね。うん、うん、大変、もうなんかだんだん頭がぐるぐるなってきたってこうやって沙織さんも言ってて。本当ですか。そうだった。うん、確かに奄美市議とはなんか違いそうですね。島時間でこうなんかゆっくり流れてそうなイメージ。奄美市市議会はね。根拠ないけどね。ないけどね。ないけど。うん、沖縄とかもなんくるないさーって感じになりそうなイメージあるじゃないですか。あるけどね。そうそうそう。うん、そうそう、そんな感じじゃないって言ってた。大変そう。はい。だけどその質問の作り方っていうのもかなり議会事務局のバックアップっていうかサポートが結構あるみたいで、うん、例えば私だったら教育のことについて質問したいってなった時は過去の教育関係の質問全部ちょっと調べて持ってきてくださいってお願いすると、その政策調整課っていうようなところがもう今までの議会で取り上げられた教育関係の質問全部持ってきてくれるとか、うん、そういうちょっとね、こう事務的なサポートをしてくれるところがありまして、そこは大いに活用しましょうっていうふうになってます。ありがたいです。すごいリアルのこうチャット GPT がいるみたいな感じですね。そう。すごいんだ。やっぱその官僚というか役人っていうのかな、地方議会って。官僚とは言わないか。言わないね。行政職員かな。行政職員はやっぱレベル高いんですか。高いですね。やっぱすごいと思う。議会事務局と自民党控え室にいる職員ってちょっと計量が違うらしいんですけど、議会事務局っていうと県庁の職員さんだから移動が、まあ、2、3年に1回あるけども、うん、自民党控え室の職員さんってなると県議団職員っていう言い方するのかな。もう長くそこで勤めてらっしゃる方が多いので、もう今までのこと全部わかりますみたいな感じの、うん、すごい。で聞けばもう、こうなんか額が高いのはその行政職員の方ですよね。どうなのかな、額が高いっていう意味がちょっとわかんないけど。なんかよくそう、市役所東大卒で鹿児島市役所だとか、うん、多分県庁もだし、そんなのいますもんね。うん。うん。そうね。そういう、だから、いろんなのを質問して、パーッとこう、やったりする。
まあだからさっき言った官僚政治、官僚みたいな役人みたいな、うんうん、もう東大卒だけみたいなのが、うん、霞が関なわけじゃないですか。そうね、そうね。そういう感じで、すごい職員なんですよね。そうね、きっと切れ者が移動してくる部署かもしれないよ、うん、議会事務。と言ってもうちの祖父もね、議会事務局の総務だったか何かとかだ、議会事務局に勤めてたの。おさむちゃんの方ですか。おさむちゃんのお父さんが。おー、そう、最後が議会事務局で終わったんじゃなかったかな。うーん、そうですからね、あの知ってる人もいらっしゃいました。なんか本田聖子さんですよねみたいな、そう言ってて、わあうちのじいちゃんこんな仕事しよったんやと思って感激、なるほど、生きてるうちにいろいろ聞いとけばよかったと思ってでしたけど、まあ、生きてるうちに見せてあげればよかったですね本当に。本田健吾絶対やめろって言われたかもしれないけどね、どう思ってるのかね聞きたいです。そういう人たちが、うん、県議のことを、うん、まあよく聞く話だと、うん、さっき言った東大の人たち役官僚っていうのは議員とかを、うんうん、バカタレがと思いながらでもお客様扱いしてみたいな、そんな感じでこうコントロールしてるね、官僚がコントロールしてるみたいによく言われるじゃないですか。はいはい、うん、っていうのをよく言われるんですけど、うん、どうなのかな。いいじゃない、こうやってなんかこう 手元だけこう映してさこう取材すればいいじゃん、声変えて、うん、でまあまあそれはまあなんかな、そういう冗談っぽく言いましたけど、うん、まあ、竹原さんとかが言うのはあのやっぱりこうお客様扱いをして、で、議員をこう乗せて、うん、で、こう、変な質問させないだとか、はいはい。こう、ちゃんと予定調和で進むようにする。うん、まあ、逆に、そういうなんか、竹原さんみたいに、ちょっと嫌な質問する人には、うん、まあ、ちょっと、暗に嫌がらせというか、ちょっと、やりづらくしていくとか。うん、うん、うんうん。まあ、聞いたことありますよね。ありますよね。うん、うん、今聞いたわけじゃないけど、まあ、何年か前にそういう議会対応してた、まあ、課長級のね人がそんなことはちらって言ってたの聞いたことあるけどね、うん、そうだからさっきの取材って言うんですよね、うん、その、うん、そこに病院みたいに並んで誰々、うんうん、さんってこうその打ち合わせをする、はい、っていうのを打ち合わせ重ねれば重ねるだけ情も出てきて、うん、あんまりこう意地悪な追加質問とかできなくなってきません？そうね、そうなるのかな。なんか隠し玉するのがなんか申し訳なくなってくるじゃないですか。うん、ああ、そうね。なんで言ってくださらなかったのみたいな。事前にあんなに打ち合わせしたのに、みたいな。マリオ。マリオさん系になっちゃう。うん、もう全部そこで会話の中で終わっちゃうみたいなね、うん、もう聞きたいことも全部聞けちゃったみたいになっちゃうっていう。まあ確かに、ね、言ってでも仲良くならないとやっぱ良くないところもあるし、でも仲良くなりすぎると良くないっていう。そう難しいな。難しい。ただね、私は思うのはね、本当に聞かれたくない質問って何なのかなってすごい思うんだよね、うん、そこがなんかこう、そこが私まだ気づけてないから、うわこれ突っ込まれたら嫌な感じやろうなっていうのに気づいた時に私がどう思うかだな、うん、そこちょっと楽しみなんですよね、うん、まあ今まだ代表質問が終わったばっかりで、一般質問っていうのはまだ始まってないから聞いたことないので、ああいう傍聴しに行った時にしか聞いたことがないから、うん、あれですけど、なんかすっごい突っ込まれて嫌な質問って今までそんな出てきてないっていうか、なんか確信に触れられて嫌だなっていうのは聞いたことがないのでですね、うん、なんかそのなんかそんな質問に気づいてしまったら私どうしようって思うかも、うん、言っちゃおうかなみたいな、そうそうそう、うん、ちょっと楽しみだね自分ながらに、
今回の議会の見どころっていうのがありますか、うん、勉強する立場だったら俯瞰して見れるんじゃないですか。そうですね、今のところは私割とまあ身内の質問の作り方っていうところを注目しちゃってるので、傍聴してる人にはあんまりなんか面白みが伝わらないかもしれないですけど、質問の作り方すっごい私は、うん、あのまあ、9月に近づいたら上のチャンネルで質問の作り方の面白みみたいなのをお伝えできればなと思いますけどね、うん、まあ、この議会は 何議会と名前がつきそうな議会なんですか。要はドルフィンポート議会なのが、もう議案としてこれ決めにかかる議会ですよっていうのとか、結構この問題動くよみたいな、ね、やっぱなんかね今結構耳に残ってるなっていうのは、ああいう子どもの医療費負担の、ま、窓口負担をもう実質ゼロにする現金給付式にしてよっていうのすっごい出てくる話題が、やっぱりね、うん、でもなんかだから結構それが今回なんかメインになるような気もしなくもないなとは思いますけどね。柴田さんも蓬莱さんも言ってた、うん、そう、うん、嬉しい。要は7万件の署名っていうのがやっぱり効いてる、うん、うん、なんかね、でも今回の議会でその何々だけは鹿児島県だけで、なんかなんちゅうの、鹿児島県だけ何々してませんみたいな言い方をする時と、うん、その執行部が説明するときは何々は鹿児島県だけがやってますよみたいな言い方するときとあって、ちょっと私そこ理解できてなくて、え、何何、ね、今何だったっけ。医療費関係でですか。うん、やっぱその現金給付なの、現金なんとか式なのか、うん、召喚なんとか式方式なのかの話で、うん、まあその非課税世帯なのか課税世帯なのか、高校生までなのか幼稚園までなのかとか、まあ、いろんなパターンでものを言ってるからぐっちゃぐっちゃに聞こえてきて、うん、なんか私もちょっと交通整理ができてないので、でうちの委員の人たちからもなんか言い方によっては鹿児島だけやってないっていう言い方するときと、答弁ではいや鹿児島だけはやってますみたいな言い方と、なんか交通渋滞起こってるからきちっとさせようみたいな話もあったので、うん、なんかね面白い、今回はそれがいよいよもしかして動くかもっていう。なるほど、うん、やっぱほんと7万人の署名ってやっぱ ね、 すごいね、動かすんですね、うん、うん、何やもう見ても変わらないってみんな諦めてるけど、うん、ね、結構それによって議員たちがちょっとこれ動かないのまずくないってやっぱ思ったわけですよね。そうですよね、うん、思う。で知事も思うでしょうし、ま、うん、より選挙が近いのはね塩田さんだし、うん、うんうん、うん、そう。でまあその現金なんとか式にするとその窓口、あ、事務的な負担がどれだけ軽くなるのかとか、軽くなった分どっかにもしかして歪み行ってないかとか、そういうのはちょっと今検証してますみたいなのが執行部からの回答だったので、うん、それさえクリアしてしまえばいけるみたいになるかもしれないですね。パパパーンって進むかも、うん、正直そこまで渋る理由が分かんないっていう気はしません、うん、します。なんか単純じゃない理由がちょっとよく分かんない。うん、いや そんなの7万人の署名もあるし、うん、あのいいよ OK って言って自分の評価上げた方がいいぐらいのネタだと思うんですけどね、うん、原発そういかないじゃないですか。原発7万人集められて、うん、もう仕方ない OK って言いづらいじゃないですか、うん、こっちから国の目線があるから、うんうん、でも今回のはね、そう別に対していいやんって思いますけどね。うん。まあ本当7万人も署名集まらないと動けなかったのかっていうのも残念な話ですよね、うん、今まで。まあ私も子供がいないから
無関心だったっていうのも非常に申し訳なかったですけど、うん、そういうことなのっていう、私全部無料だと思ってたので子供って、うん、そうそう、だから今になってようやくちょっとずつ勉強できてる感じでありますけどね。私なんてちゃんとその亀沢さんっていう署名活動した人にインタビューもしてるのに、うんうんうん、あんまりよく分かってない。あの、いや、意味分かってないっていうか、さっき言ったことなんですよ。なんで渋、なんのデメリットあるのっていう。なんでこの問題になってるのっていう、うん。もうすぐちゃちゃっと決めりゃいいじゃんっていう、なんかでもね、渋る理由がある、デメリットがあるんでしょうけど、何事もね。そうね。何回聞いてもね、理解できないんだよね。もうね、うん、他の県の取り組みとか前例とか大好きなのに、なんで真似しないのっていう。うん、ですね。いや、まあ、今回はちょっとその話題はかなり多く質問の中でも出てるので。うん、ですね。うん、何か面白いことになるかもしれないですよ。と言ってる間に、5時半までしか時間ないと言ってたのに、もう5時半になりましたので。すみませんね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい。ありがとうございます。はい。